はい、こちらキャンピングカーリアベッドですけど、今ちょっとくらいね、荷物をね全部下ろせるものは下ろして、下ろしてって言っても友達の家に下ろさせてもらって、でこのキャンプの机とか椅子も借りて、こんな感じで準備してる最中です。千葉にね行ってきます。さあ、今友達のところで、はい、100ボルトのベル、OA タップ、うん、っていう100ボルトのコンセントがやっぱり挿すやつだったりとか、一番大事な携帯の USB が挿せられる充電できるやつ、うん、とかをちょっと借りてきたのと、あとあれね、キャンプ用の椅子と机を借りてきたから、テーブルね借りてきたから、まあ充電コーナーとしてはまあできるのかなというところは揃ったね。はい、うん、ちょっといろいろ考えよう、これから。はい、向かいながら考えます、うん、とりあえず向かいます。はい、千葉に行ってきます。救援物資を運んで、とりあえず行けるところまで、南部の方がかなり被害がひどいみたいなので届けてこようと思います。リアベッドの下も積めるだけ積んでます。机の下もできるだけも積めるだけ積んでます。はい、千葉入りしてますが、すで、うん、に電波がない。ああ、そうだね、1本しかさっきなかったけどもうなくなっちゃったかな。ないね、なかったか、今のナポージーもう通じない、うん、っていう感じです。はい、立山っていう字が出てきたね。ちょっと逆光であれかも、文字は見えないかもしれないな。うん、富津と立山って。いや、さっきのさ、市原のパーキングエリア、うんうん、はい、でちょうど立山市の職員の人がいて、はいはい、少し喋れたんだけど、うん、電気さえ復活しちゃえばなんとかなるんだけど、その電気がねみたいな、うん、まあそんなところで、あのゆうちゃんが活躍できればいいかなと思って、はい、まずはね、まずは行ってみようってことでね。はい、行ってみましょう。はい、もう少しで立山に入ったぐらいかな、ここは。まあ、とりあえず立山道を降りて、はい、今やっと下道に入って、まあ、信号とか消えてるのとか、はい、信号動いてなかったね。あとコンビニの横の小屋みたいなのがもう破壊されちゃってるのが見えて、ね、あとあのやっぱ窓ガラス系が割れちゃってたね、うん、倒れるものは倒れて、割れるものは割れちゃってるっていう感じで、今木もやっぱ倒れてたね。報道されてないとか、こっちの状態を伝えてとかね、いう声もあるけど、今ちょうど前にテレビ朝日さんの何これ、なんとか車が走ってますので、報道の車がね、報道の車走ってますので、わー、こういうことだね、こういうことですね。ちゃんと報道するものはしてくれると思います。皆さんの声はね、ちゃんと届いてると思いますよ。とりあえず立山市役所までつけたので、ちょっとこの後ね、市役所の方に物を下ろすのか、ちょっと孤立しちゃってるところがあるんだったらそっちまで運ぶのか、役所の人と相談をして行動を決めたいと思います。
極力なら本当物が薄い情報が入ってこないっていう地域でお手伝いしたいと思ってるんですけど、まあ、邪魔になってもしょうがないのでちょっと相談して動きを決めようと思います。白くしを着きました。ちょっとここからもろもろ指示受けたりとバタバタする予定なのであんま取れないかも。今南房総市に向かってます。ガソリンスタンドはまあかなり並んでますね。あ、真横のこのセブンイレブンかもしれないね。ツイッターで上がってたの。今業者さんで青森、岩手、新潟から電気工事の車来てたね。すごいね。そうだね、順番に移動してきたんですけども、ここの地域はもう完全に停電まだしてます。なんか断水もしてる地域っていうことなので、ちょっと夜の時間にはなっちゃうんですけど、できることがあったら手伝ってきます。おはようございます。2日目です。はい、2日目なのか。はい、やっぱ情報が町の方、市の方も把握できてないっていうのもあって、市役所とかコミュニティセンターに行けば物資はあるけど、そこまで行かれない人たちはやっぱヘルプの声を上げてるみたいで、も個人的なやり取りっていうのがやっぱグレーゾーンだと思ってるから、しかもブラックに近いグレーゾーンだと思ってるから、なかなかね。そうね、あと直接行かないと分かんないことがちょっと、そう、それが多すぎるね。まだ不確定すぎてね。だからさ、うちらの役割をさ、テレビ局がやって情報発信をすごくしてくれたら、みんな向かってきてくれてる人たち今増えてると思うからすごいいいと思うんだけど、やっぱ最初の立山南房総とか、まあ南房総だよね、テレビ局がたまってたから、ちょっとどうにかね、情報が共有できればいいのにと思います。親木にね、行ってきます。個人の方でね、場所を貸してくれるくださる方がいてくれたので、こちらで物資供給とあと充電、お水配布させてもらってます。ちょっとね、物資がだいぶ少なくなってきちゃってるんですけども、やっぱりずっと電気が通ってないっていうことで、携帯の充電器とか、地元のお父ちゃんお母ちゃんの憩いの場となっててくれてますね。はい、それでは駐車場貸していただいたところから移動します。うん、一日お疲れ様でした。いやいや、本当にやっと役に立てたんだって思える内容ができてよかったなって、ね、最初はちょっとどうなんだろう、空回りしちゃってるだけなのかなってすごい不安だったけ ど、とりあえずお役に立ててよかったですね。喜んでもらえてよかった、本当に一人おじちゃん、はい、泣いちゃったりしてたけど、いや、うちおばちゃんの2人泣いて、お姉さん1人泣いてるの見てるよ。あ、本当に。いや、そうか、よかったよかった。でもね、そうね、おじちゃんとお姉さんは親子だったの。だからうち思わず親子ですね、反応が一緒ですって言っちゃったそうかそうか、そういう感じで、救援物資ももうそこを尽きたし、私たちももう食べ物全部配っちゃったから一度 ね、戻りましょうかね。はい、はい、それでは途中また撮れたら撮ります。はい。日が暮れてきましたが、もう本当に夜通し、暗い中もねこうやって作業しているので、みんなもうちょっとの辛抱だよと励ますことしかできないけど、乗り切っていってほしいな。